に回って帰ってくるつもりです。見つけぐらいかかったな。私、あなたのいらっしゃらない法廷に寂しくって暮らせるかしら。これは病院と車の費用です。うん、ウェアだ。怪我していません。車も大丈夫です。でもこれは取ってもらわなくちゃ。いえ、いいんです。おい、手伝ってやるため。おい、これは満州の人の大変悪い癖なんです。でも満州にもいい教官がたくさんあることを知っててくださいね。さよなら。失礼ですが、お名前を聞かせていただけないでしょうか。林雪光と言います。あれから3年になるね。あそこで何ておっしゃったか覚えてらっしゃる？それは覚えてるか。あなたは満州の習慣をよく知らないわ。君だって日本の習慣を知らないんじゃないか。君は日本を理解するんだったら、喋るだけでなくて日本人の気持ちにならなくちゃダメだよ。あら、あなただってそうだわ。満州にいらっしゃるんですよ。三井商法だわ。お分かりになる？そりゃ分かるか。あなたはおバカさんってことよ。これなんて言ってれなかったんだ。这些日子你就到北京去了吗？不是，我从北京又到南京去了，因为我的朋友在南京外交部做事。就今天回来的吗？不是，跟朋友一块儿回来的。是谁？就是朋友。所以我问你是谁。哎，你可别忘了你自己是个满洲国人呐。雪乡近来怎么样？哎，我不是问你雪乡的事情。これおかしい？来ないでしょ。さあ、読んでな。はい。
思い出、私は当店の叔父のうちから音楽学校へ通っております。今年の夏休みは京都府の父の家に帰ります。父はどんなに私の帰りを待っていることでしょう。私が7つの時に亡くなりました。父は私を非常に愛してくれます。ですから今では母がなくても寂しくありません。レンガ塀の丸い入り口からは遠くダマデラが見えて本当にいい景色。ダマデラは京都府の私はこの付近をよく父と一緒に散歩しました。父は昔日本に留学しておりましたですから、はい、おりましたですから尊敬しています。うまいもんだ。本当にうまい、うん、先生がいいから。あざ、あなたのマンゴーもとっても上手よ。本当か。やっぱり先生がいいから。あ、什么老爷请您呢。あのおじが読んでおりますからちょっと。いや、僕も失礼する時間ですから。あ、そうです。じゃあお送りしますわ。あ、那个日本今日と同じ時間でいいね、うん、ねえ、そのお嬢さんって綺麗な方なんですよ。ねえ、そんなんじゃないんだ。僕が豪になったお方のお嬢さんなんだよ。恩？うん、恩ということはね、日本では非常に強く思うんですよ。今日もあのお嬢さんのところへお別れに行ってらしたんですよ。僕はあのお嬢さんのお父さんに用事があったんですよ。いつ立ちになるの？ねえ、いつ立ちになるのよ。我が満鉄として当面している計画線としましては、東満地方臨港とコリンをつなぐコリン線と、宝天から熱火消毒を経て北地へ連絡を締めるための消毒幸福交換の線、ここでは仮に長湖線と呼んでおきます。この2線が将来のように備えるため、速やかに建設を実施されるべきものとして、今回に提出されたのであります。うん、すると、まず、東南の線標と、南満の倉庫線との、いずれを北満国境に備える線の方が、興味の域を有するのではないかと思うね。我が輩も大体そう考えてるんだが、先日の軍部関係と政府話し合いは、その後どういうふうに動いてきてるかね。この会議には、トネリーと私が出席したのでありますが、その後何ら進展した事項もなく、政府についてはマンテスとしての確たる意見を至急聞きたいと言っているぐらいであります。私は国防上、絶対コリン戦の着手を先にやりたい項目とおります。建設局長の意見は？誠に残念ながら、私の意見は北村理事の北方県には
反対をするものです。私はどうしても京都と北京を結ぶ線を松竹に削除すべきだと確信いたしておるのであります。還元して申し上げるならば、満州に十分なる姿勢を与える大動脈として、軍事経済両方面からしても京都線は遷延すべからざる重要線だと考えておるのであります。それでは君は個人線なんか後回しにしてもいいというのかね。目下の情勢から見て個人線ほど重要な鉄道はない。君は一体何をもって京都線の先着を主張したのか。私は何も、個人線は必要でないなどと暴論を吐いておるのではありません。ただ時間的に京都線の着工の急なるを添えておるのであります。君は満州と北州をつなぐいわゆる動脈として、既に横断線と北根線が直通しているという事実を忘れちゃおらんかね。誤解のないようはっきり申し上げておきましょう。私は宝山商工日本の経理交線は絶対必要だというのであります。それは君、個人線という国防線が激化のことだ。大体現在福祉に向かって軍事経済輸送の必要に迫られているわけじゃなし、品に通じる線路が一本もないというじゃなし、私はどうしても京都線は第二次にしてもらいたい。いや、大体宝山線は背後の地勢からしても水害の危険は十分に考えられる。現在の物資の動きから見ても宝山線一本では十分なる北地満州間の経済関係を満足させむることはできんと思うのであります。大丈夫。まあ待ってください。特に最近唱えられるがとき、大陸鉄道一貫経営の見地から言っても、これを真っ先に敷設する線は国民に対する影響もまた大なるものがあると考えるのであります。それは君の自己陶酔だよ。もう少し冷静に考えてもらわなきゃ困る。私は個人的な好みや意義でこんな重大問題を論議するほど取り乱しておりません。八丁君、まあちょっとお待ちください。いや、これはいろいろ議論が出ると思う。本郷君、それで両線同時に取り掛かるという計画はできておるのかね。あ、計画だけは第三案としてできております。ああ、そうか。いらっしゃい。さあどうぞ。あ、ありがとう。お姉さんすぐいらっしゃるわよ。松村さん、どうして今日会社休んだの。会社は休んで。ここどうしたの。ちゃんと行ってきましたよ。もう引けたの。君にかかっちゃかなわないな。そんなことないわい。いらっしゃいませ。あ、お邪魔してます。しばらくお見えになりませんでしたのね。松村さん、ご飯待つでしょ。ありがとう。一緒にいただきましょうよ、ね。友達と今日約束してあるんですよ。すまないな。ダメよ。じゃあ、あの会社待ってからね。実はお父さんにお許しをいただこうと思って。どうなさいましたの突然。さっき国の親から電報が来まして、少し健康を損ねたからすぐにも帰郷してくれるようにと通知なんです。まあそれはいけませんわね。よっぽど悪いんですの。電報ですから詳しくはわからないんですが、お許しをいただければ明日にでも法廷を立ちたいと思っております。これまでに二度ばかり倒れたことがあるんですが、でも今度は自分の名前で打って起こしたんですから大したことはないんでしょう。まあおかけになりません。はっ。松村さん、あなた本当にお見舞い。え、満鉄社員の上等手段だったら私しましてよ。上等手段というと。しらばくれてもダメ。はっきりおっしゃってみてください。お嫁さん探しなの。お嫁。皆さん何。おい、これは。詳しく解け。はい。顔色が悪いようですが、どうなったんです。京都線の建設は無期延期になってきました。無期延期。うん。局長、どうして力説なさらないんですか。職役やったらついにダメだ。
ダメって。北信に結ぶ線路は砲弾いざという場合に動きが取れなくなって、来ないから言って。おいおいおい、それは俺が極力言ったんだ。でも菊池はそれを承認なすったんでしょ。あちらにぶつかり、こちらにぶつかり、もう全員不当だ。そんな不当なことってありますか。そのばかりじゃない。俺だってばかばしいんだ。長、残念だ。そのことになると、すぐ動きになるな。局長の落ち込みですよ。はい、ゆっち。これがいわゆる満足魂じゃ。あ、エスコ。もういいんだ。もうその話すんだろ。ああ、すんだ。姉さん呼んでおいで。ほら、お前今日なぜ会社を休んだんじゃ。今日出ました。出た者がここにおるか。悪いのか。あちらいらしたらお手紙くださいね。うん、来日帰ったらすぐ手紙出しますよ。メッカの土の住所なの。お父さんによろしくね。え、私お手紙たくさんお出しするわ。北村でしたわね。そう、よく覚えてる。おい、どう。あ、いや、クラドン。うん、どうもどう。おい、局長のレジャーに見つかると怒られるか。あ、いいな。どうしたの。こういうのは悪いようだね。これ見たら怒るでしょうぜ。おい、時間がないぞ。大丈夫。内原からだったな。え、その電報だって京子が打ったの。僕はうまくやってますよ。京子そんなに気がつくか。え、あの子はいい子ですよ。僕大いに認めてるんですかね。あいつは兄弟同様に10年間決まってきたんだから、よそいやるよりお前が大学を出たらもらったらいいだろう。え、これはまた随分到着にだな。これが満身式だ。けどなんかまだ学生だし、2、3もらった方がいいかもしれないな。お前が認めているってのはそんな軽薄なものか。ん、今はただ冗談ですよ。俺がもらうって言ったらどうする。ちょっと軽薄だったかな。石をしっかり持て。お前本当に教科が欲しいんだな。え、それは本当ですよ。よし、
今見なくても、あなたがお治りになってからお父さんの力をお伺いいたします。呼んでくれ。呼んでくれ。この度再度倒れたるも幸い経過、この分にては持ち直すもんと信じおれでも、龍馬はいつまたいたび我を襲い来たらんもかかりがたく、ここに万一の場合に備えて一筆書き残し申し候。父が青年活気に駆られて政治運動に没頭し、ためにふと伝来の地を生じ去り、今死なきあとお前らに適当なる財産を残し当たるうすべなきのみか、月死に印を祈祷ごとき人々に借財を生産する気をも得ず、そのままそれらの借金をお前らの方に残しゆくことは残機の至りと言わんか、残念の極みにこれあり、深くお前らに詫びを申す次第にして相当。ただそれらの借財に一輪たりともお前らの祈祷の地に通せられたる者にあらずして、では松村家の者、そのことについて言いたいと思っておりました。この京子の問題ですが、その京子のお父さんと亡くなられたお父さんと後藤さんとは小さい時からの親友でな、そのこともよく伺っておりました。実はのりおの妻にしたいと思っております。このことはお母さんはじめおじさんも皆も賛成していただいて、でもお前、いやお母さん、これにはのりおも京子も依存はないのですから、それにのりおは京子を絶対に将来幸せにできると断言しておりますから。のりお、お前その自信が持てるか。あ、ですからのりおが大学を出て一人歩きのできるようになった時に結婚するのが順当だろうと思いますが。ああ、ちょうどのりお君のことが出ているようだが、お父さんはのりお君も勝裕君と同じように満州の天地を開拓する戦士にしてくれた。そうですか。どうだ、君は大学を出てそういう希望が持てるか。まだ考えておりません。もう一つの問題は松村家の6000円の負債だが、どうするつもりだ。何か君に明暗があるか。この点だけはお父さんは非常に心配していたんです。はい、覚悟は決めてあります。どうする。相当の金額じゃが、といって由緒ある松村の屋敷を人手に渡すなど、これは絶対にできないことだ。この際満鉄をやめようと思っております。そりゃいかん。どうしてそんなことを言うんだ。君は満鉄で非常に手腕を認められておるそうじゃないか。それにそんな無謀なことはよした方がいいだろう。兄さん、やっぱり僕もいけないと思うな。結論から申し上げます。たとえわずかな退職金でも、それを全部債権者の前に出せば生が認めてくれると思うんですが、それ以外に金の出るところはありません。のりおも勝之も今の兄さんの言葉が分かったか。やめるやめないは別問題だが、責任感としては格ありたい。勝之君、君の満州への出立も1週間のうちになったの。は、これもみんな所長様のご奮闘のおかげであります。いずれ君たちが出立の日には改めて訓示するはずやが、泊まりしたら体に気をつけること、お互いに信じ合う、他人の言葉に惑わされることなく、大君の御ため、国のため、立派
花戦士となって働くんだ。分かった。ではご尊父の前へ誓ってきなさい。お父さん、僕はいよいよ一週間後に満州へ参ります。お父さんの遺言を守り、必ず立派な開拓者になります。荷物はあれだけなんだ。
師団戦で負傷なすったところ、俺は泣けるよ。やめるなどとは何事だ。ああ、もっとよく十分考えたどうか。陛下、長い間この現在の仕事を続けてきて、やっと技師としての技量を認められたところではないか。おい松村、君は自分の経歴ということをどう考えておるか。うん、経歴というものはただ単なる肩書きではないぞ。それは分かっております。分かったら座れ。陛下、経歴というものはいろいろな肩書きの通よりも自分の身についた職分の重大なるということを考えなければならんのだ。職は死んじゃ、現職は死んじゃ、軽々しく職を変えるべきじゃない。うん、局長の心は今度の決心は十分考え抜いた話のことなんです。実際君は検察技師としての自分の立場やその使命を自覚を持たんのか。君一個の問題をして、君一個の問題を超越して、私は朝自分の家を建て直す。ジェンソンのためにも、大きくは満州開拓のために国策に準ずるつもりで自分の利害や経歴を、その転職をわきまえざるところじゃ。ああ、おい、貴様は学校時代から隙間と渡るか、川本渡るか、百姓やと渡るか。農事はその専門家に出しておけ。副長、おかけになってください。その座れ。移民宅地を農耕の事実だけが解決する問題じゃないんですよ。そこには重要なものがいるのです。それは何だ。それは石にかじりついても成し遂げる気迫と勇気です。それを満鉄は要求しているのじゃ。そう興奮なさらないでお聞きになってください。満鉄はすでに完成されて揺るぎない存在です。それに反して移民地は今人一人の頭、腕一本でも欲しいところです。満鉄で働くのも、移民地へ新しい力となって参加するのも、一番のために進む道は同じことだと思います。君の論は君の都合にのみ立脚した変質論じゃ。何を言ってるか。そんな言ってません。局長こそ自分の都合のいいようにおっしゃっているのです。ああ、そうだ。何です。バカとは貴様のことじゃ。あ、そうですか。バカとお思いになるのは結構です。貴様はバカを辞任しておるのか。辞任はしておりません。局長はそう思いになるだけです。俺の部下にはバカはおらん。局長は偉い局長だよ。どうもお待ちください。お、どこまで来たか。じゃあちょっと行きますからね。うん、失礼。我骚了好几封信了，准没一回信。也许他不是有了病症吗？不知道他怎么地，就是昏昏发烧，现在他还养着病呢。病症有几天？哦，他病了好几天了。您那要是有病，松村さんに今まで通り鉄道の方に届お願いに上がったんですけれど。あ、ありがとうございますか。でも私思い返しましたの。松村さんはやっぱり移民地にいらした方がお幸せですわ。ではあなたからよろしくおっしゃってくださいませね。失礼します。
ごめんね、おめでとう。どうも、お取りでした。ありがとう。まだお知らせでした。では、ご苦労さまでした。あ、どうもありがとう。友果は五段港あたりまでお出迎えしたかったんですが、何にしろ人手が足りない。不安ないな旅って不自由だったでしょ。いや、どうも恐れ入りました。パチコリキですな。そうですですよ。いや、ちょうどこいつがその辺が詳しいものですから、それにこいつは何でした。向こうに渡るんだ。あ、参りましょう。ひどいよね。さあ、米を植えたら資金なんかなくなっちまうよ。植えたかな。ひどいだろ。お客さんも疲れていたのか。子供、お待たせした。じゃあ、ください。どうも、いろいろありがとうございました。やいやい、まあ、これで村の人全部に回ったわけね。あ、おかげでありがとうございました。本当、早速お休みになったわけね。ちょっと、ね、すいません。だってさ、うん、今、皆さんが水のお話が出ました。まあ、その水のことで言われてるんだよ。大事、あの、村の入り口にある井戸にさえもあれば、つまんのもんですよ。他の村なんかね、な。川の水を利用して。お客さんを疲れていなさるだろうから。そんな話はまた後にしたらどう。ナイキから今日来たの。そうよ。ナイキにみかんなってる。みかんはまだなってないよ。お、綺麗な花ですね、これは。この種はみんなナイキから取り寄せるんですよ。そうですか。よく、もう二人ですか。あんたんとこのご兄弟みんな働き者ですな。みんないい人だな。あれが本当の純朴ってやつだな。お、行きに行きに。おー、なんだ、この汽車に乗り遅れから帰れねえぞ。秋山、止まっていけよ。そう簡単に言うんだよ。お前と違って、俺は宮遣いだよ。ああ、そうか。なんだよ、ため息なんかついてる。秋山、お前、メッカ行くチャンスないから。なんだ。ああ、読めたぞ。俺は内地からたびたび手紙出したんだが、返事がないんだ。法典で寄ってみたんだ。病気なんだって。あ、この野郎、あの時に寄りやがったな。って野郎だ。ホテルのおじさんの家にはネッカまで行ってやってくれって言うんだけど。この野郎、のろけるね。どういうことなんだろう。いかに病気だって手紙ぐらい代筆だって出せそうなのかな。うん、おい松村、騙されたな。よそう、そんな話そんな場合じゃない。気にしないでくれ。やめたよ。時々は頑固親父の消息を知らせてくれよ。よしよし。まあ、あんまりくよくよすんなよ。え？それよりも、
あの頑固親父のわがまま娘でももらったらどうだ。ね、お前のところならもんぺ生えても行けやせんとさ。もうお帰りですか。もうあんまり時間がないんでね。じゃあのんびりしたらでも。しっかりやれよ。じゃあお先で。あ、ありがとう。気をつけて行け。さよなら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 。おい、秋山。あんまりの。ああ、空気食べちゃった。何をくたびれたなんて。ダメよ、兄さん。おかえりなさい。おかえりなさい。団長に恥ずいことを考え子の設計を頼まれちゃった。あ、そうですか。のりお兄さんたらね、もうくたびれたんですって。ダメだぞお前、明日から5時起床だぞ。え、5時ですか。うわぁ。我下星期还得上上海去一趟，所以这个月我是不能再来瞧你的病的。我跟你说了好几次了，你还是请西洋大夫看看怎么样。托我在天津的朋友也可以请到西洋大夫来。不用请。你总是那么样说，马马虎虎的过去了，要是病重了那可怎么办呢？而且舅舅还不知道怎么样挂念着你的病呢。我原来不但是你，就是对满洲国和日本抵抗一切的人，我都不喜欢。瞧病，哼，更惨不到。你别胡说了，来，别起来。小姐，都做好了，我不想吃，少用点吧。不，我想上。你保重点。雪先生，你记得信，就这三封。是的。他又回到满洲来。Thank you.
を取ったりしてさ。だからね、私はいつもうちの口やかましにこうとくんだよ。お前は礼儀知らずだ。お嬢ちゃんを見習いって言われるんだよ。おかえりなさい。じいさん、おはよう。お前、寝られたか。あ、よく寝られました。何時に帰るんだ。9時で帰ります。兄さん、やっぱり釣りだったのね。今日、お前寝相が悪いぞ。あら、ひどい。ああ、じゃ、6匹も釣れたのね。今日の惣菜だ。俺の方へ少し賄いを回さないと、義理が悪いぞ。いやだ、兄さん。兄さんからね、毎朝、川でお魚とにらめっこなのよ。バカ。兄さん、考えることできるんですか。長生きなこと言うな。ん？ノリをどうした。朝の朝礼に間に合うかな。起こしてきます。しようのないやつだ。ノリオ兄さん、地球に遅れるよ。何してんだ。寝てもいいぞ。もう、しゅうこ、お前、疲れないか？大丈夫か？教えてやらんからだぞ。なったろ。なった。
かな俺のなんだよ。早く休み。無理も早く寝なさい。ね。かかれるよ。看不见家了，小姐，真不要紧吗？病还不大好呢。我爸爸的事儿完全托你了。那倒好办，可是若是那位先生还没有回到奉天，你马上就回瑞和来吧。
我希望你和那位日本人一块回瑞和来。再见啊，一路保重啊，再见吧。再见。町のお宅に伺ったらすぐ分かるだろう。八丁さんって綺麗なお嬢さんのいらっしゃるとこですね、うん、お話はよく分かりましたわ。あなたがどうしてもいらっしゃりたいとおっしゃるなら私を引き止めしませんけれども、でももしあちらいらしてからどんなことがおありになっても何でも神様のおぼし召しだと思ってはダメ。神様のおぼし召し？ええ。あなたはどうしても私を止められるわけを教えてくださらないのですか？それは何度も言った通り私の口からははっきり言えないことなのよ。それに私にもよくわからないことなんですもん。おかえりなさい。お腹すいたでしょ。いや、本部でごちそうになってきたよ。あら、食べてらしたの？せっかくごちそうして待ってたのに。おい、これ、預かっといてくれ。何これ、あら、うん、この図面で、組合の本部から奨励金にいただいてきたんだ。そう、それはよかったわね。おばさんご覧になったら、どんなにお喜びになるかしら。いや、それは僕のお金じゃない。村の何かのお役に立つときに置いとくんだ。ね、お、その上に立ってくれ。でも、のりお兄さんまた持ってかないかしら。もうそんなこと気がしないよ。おい、これ大事に直してくれ。のりお兄さんも少し手伝えばいいのに。のりお、またいないのか。ええ。俺が帰ってきてもお前来るんじゃないよ。うん、何か、一人で。いってらっしゃい。総会になったの？それがあんだ。僕は君を連れてこの村を出ようと思ってんだ。一緒に行かないか。今村を出ろっていうの？いや、もう3人でこんな生活するの嫌なんだ。労働だって向かないし。勝手に決めてんだわ、兄さん。そんなことあるもんか。君との結婚だってどうなるか。兄貴に行くか分かりやし。おばさんが来たら結婚式を挙げてやる。それまではどんな苦労があっても忍んで働けた。小吉兄さんがいつも言って、兄さんはどうこうものを守ってお考えなんでしょう。君はどうしても僕と一緒には。おばさんと小吉兄さん、お許しが出るまでは嫌です。兄貴は好きなんだろう。勝手にしろ。このマッチは、のりおが持っていたんだね。京子、お前どっか痛むんじゃないか。苦しかったろうな。勘弁しておやり。のりおに代わって僕から謝るから。ね。
何しに来たんです。何しに来たんです。帰れ。やれですよ。おりよ。お前が何のために参してきたんだ。僕は兄さんのために参してきたんじゃないじゃん。バカ野郎。お前はどうしてそう死にくれるんだ。
要明白，即便你的人是日本人，既然这样，为什么还不报仇呢？报仇？哼，谁听你的话？我是我父亲的女儿，绝不受共产主义的诱惑。欺骗人是谁？走，还是跟我一块儿走吧。你实在是那个日本人吗？
这件事情吗？你说，你说，你说。飯田十三が行方不明というのです。損益を受けて他人だが捜査もなし敵に拉致されたるものと推定されるとなりました。わずかな農家も敵の手に懐柔されたもののごとく盗難を恐れてか我らに交渉を説得せんとすると前後不自由のため徹底せず困りほれこういう報告です。山下課長は明朝までに応援隊の選考を経て局長のところへ参らはって。お前つながらできんか。あ、ほとんどできません。なあこれ習っとけよ。あ、こういう時に入ってやるんだな。あいつは誰だ。松村です。ああ松村か。はい、いい、大丈夫です。それじゃあ、できるだけやってきます、うん。しかし、あいつのことですから、お引き受けはできません。秋山さん、松村さんを迎えにいらっしゃるんでしょ。は、そうです。お父様、うん、私をお父様の代わりに、秋山さんと一緒にやってください。お前が。京子。え？お母さんの電報を持って読んでくれ。新潟、今日たった。24日朝、お前の駅に着く。お前の駅はよかったな。あとの1回すると会えるんだな。お母さんいらしたら、のりお兄さんのことなんて言いましょう。もう手紙で知らせてあるから大丈夫だよ。そうかしら。だけど、のりおのやったことだけは言っちゃダメだよ。大丈夫。さあ、お客さんですよ。思い出したのかしら。そんなどうだろう、それこそ。さあ、はい。松村さん。お、お清さんですよ。お、お清さん。お前に、お嬢さん。しばらく。どうしたんです。そういうわけで、どうも、松村にぜひ立ってもらいたい、こう言うんだ。私には、建設局からは秋山さんに行ってもらうから、お前はお父さんの代理として、一緒に行って頼んでこいってそう言われてきましたので。大山線の水浸しは新聞で読んで心配してたんですが、小高線の工事のことはちっとも知らなかった。いよいよ万里の長城をぶっこのことが。頑固じじい会心の時なんだ。大丈夫よ。いいか、立ってくれるか。俺と一緒に行ってくれるか。国家としても技術者の一人でもいる時なんだよ。ちょっと待ってくれ。ね、お主人がじゃ。しかし、今はそんなことを言っておられん場合じゃ。鉄道工事が手間取っては、それこそ国家の一大事。今は一大事とすべきじゃ。いいか、安心して立ってきなさい。お嬢さんのことや、これからお父になるお母さんのことは、村全体のものが引き受けるから。いいか、松村さん。ありがとうございます。村のことが気になっていたんです。僕も決心がつきました。一緒に行ってくれるか。うん、行こう。
ってきたトラックがまだ帰ってこないんだな。どうしたんだろうな。うん、俺もおかしいと思ってどこか行ったんじゃねえのかな。やんの、おい、ちょいと待ってくれ。おい、待ってくれ。もう帰ってこなくちゃならねえわけなんだな。おかしいな。外省、どうだったのか。なっけ、どうだったのか。どっけ、そばあれ。隊長が見舞いに来てくれたぞ。よう、大変奮戦したそうじゃないか。ご苦労だったな。怪我人はこれだけです。よかったら、君どうだ。あ、大丈夫です。隊長、隊長、どうだ。いい男性が見つかりました。うん、障害となるあらゆる行動に対してこれを阻むものなり、同感する君らの同僚はその犠牲の一つと思え、この上犠牲を欲せざれば妻を考え、こう思え、しかして速やかに幸福へ去りて暗挙落業を進言。畜生、こんな共産主の宣伝なんか乗るもんか。この形はきっと取ってやるぞ。飯田、俺はお前がここで元気で働いている姿を見ることができなかったのは残念だ。立派な戦士だぞ。隊長もいる、山田も秋山も皆お前に感謝をしているぞ。見ていてくれ、もう測量も大部分終わりになる。もう一人、おい、来てない、そこに来て、みんな来ないだ。軍師として来たんだね。聞こう、言いたまえ。
君は軍師なんじゃないか。好，我说，因为我们本队没有多少食量了，所以打算要退回外蒙那儿去呢。日本語で言ったまえ。可是听说建设队方面是……なぜ日本語で言わないんだ。建設隊には統括軍が応援に来るそうですが、私たちが頂上の向こうに退くまで手出しをしないでいただきたいんです。その証拠は？それは鉄道建設に政治軍の妨害が今後なされないことが何よりの証拠です。申し入れは分かった。しかしどうして君はそんな姿になったんだ。あれほど日本のことが分かっている君がなぜ基準をさせないんだ。あなたの心がさせたのです。個人の感情は捨てろ。君は軍師じゃない。
察本部に話してもう少し楽な仕事を回してやろう。松村、ここは俺に任せておけよ。な、本部一緒に行こう。いや、いいんです。僕は勝手に選んだ仕事なんです。僕に苦しみに耐えることができなかったんです。そのために兄さんにどんな迷惑かんだか。乗りよ。お母さんと翔子が海村で待ってるぞ。お母さん、嘘だと思ったら帰ってきて。お母さん、僕のことどう思ってるんでしょうね。ここは工事場だ。また会える時期が来る。お帰り。ここの手薄なことを知って今に進撃してきます。それ本当か。本当です。信じてください。私が山を降りるとき人がどんどん動き出していました。何名ぐらい。300名。私は今に行ってきたんです。リセツコ、ありがとう。Thank you.
皆さん、松村幸吉君の殉職は実に壮烈でありました。全身血まみれになりながら受け持ち区間の無事だったことを知ったときに、太鼓村の発展を祈る、これです。この言葉、松村の言葉を無にしないでください。この村が発展してこそ松村は冥福できるのです。松村は地下でどんなに喜ぶか。安心してください。証拠船は松村の殉職世界記録を持って今まさに海中戦闘して